皆さんおはようございます。上野貴子の俳句 TV、今日は俳句講座をお届けいたします。今日3月16日夜配信、俳句 TV は夜配信の、俳句講座となりますね。先ほどおはようございますって言ったかもしれませんねすみませんですね、ちょっと今朝の一個毎日放送しておりますので、ちょっとそちらとごちゃ混ぜになっちゃったかもしれませんが、ちょっと聞き間違いだったかもしれないんですが、こんばんは、俳句 TV、 今日はですね木曜日ということで夜配信になっております。夜8時からの配信ですね。今日は第3週ということで俳句講座の日になっております。俳句講座は2部構成になっておりまして、1部が前半30分で俳句のレッスン、そして2部が後半30分で、俳句検定の問題を一挙公開というふうになっております。それでは、俳句講座進めていきたいと思います。まず第1部、俳句のレッスンなんですけれども、今日は3月ということで3回目になりますね。3回目、第3章俳句のレッスンの方は普遍性についてお話ししていきたいと思います。ちょっとプリントを使ってお話ししたいと思います。第3章普遍性についてですね。この俳句レッスンは、テキストを元にして、進めております。第10章まであるテキスト本があるんですけれども、そちらはね非売品になっておりますので、講座にお申し込まれた方は、お手元にお持ちかと思うんですけれども、今ね市販されています初めての俳句の大元にもなっておりますので、内容はあちらとほとんど変わらないかなと思うんですけれどもね、テキストですので、ぎっちりとねこうお勉強用にまとめてあるので、写真も絵もないですから、ちょっと分かりづらいので、このテレビレッスンで分かりやすくご説明したいと思います。それではまずその、俳句レッスンのテキストでは、私はですね俳句そのもの、俳句というものの3本柱を立てて、説明をしております。で、俳句の3本柱ってじゃあ一体何なのと言いますと、こちらになっておりまして、もうね何回も見てらっしゃる方は毎回言ってますから、もうすぐお別れだと思うんですけれども、凝縮性、具象性、普遍性というこの3つをですね俳句の3本柱として掲げております。この3つを理解していただければ、あなたはもうすぐに立派な俳句が読めるようになること間違いなしです、というこの3本柱、凝縮性、具象性、普遍性というこの3つを掲げてるんですね。そしてこの3つの中で、今日は3月3回目ですので普遍性についてお話ししたいと思います。普遍性といえば読んで字のごとくこの字をね書きますので、大体の方に一般的に広く分かりやすいと、そういうような意味なんですけれども、例句を挙げて説明していきたいと思います。まずプリントでね分かりやすくこちら一つ例句を挙げさせていただきました。ハマグリの殻に波をす銀の島、こういうね例句、挙げさせていただきました。俳句は短いからといって作者の表現したいこと、言いたいことが何であるか分かりやすくなくてはなりません、ということなんですね。普遍性、誰にでも分かりやすい、意味が読み取りやすいということなんですけれども、では、この句、この句を例句に挙げたのは、ある時句会で点がねとても入ったんですね。で、皆さんその句座で分かりやすい句だ
ということで点が入りました。なぜこの句が分かりやすかったのかというのをちょっと考えてみたいと思いまして、例句に挙げさせていただきました。まず俳句ですので3つのフレーズに分かれますよね。ハマグリの殻、それから波が寄せる、そして最後の銀の島ということで3つのフレーズに分かれております。俳句五七五の言葉のリズムで考えてみますと、ハマグリので5文字、ここで言葉の区切れが来ております。そして次にリズム的にはからに波よすということで7文字、そして下語銀の島ということで5文字、俳句のリズム五七五としても言葉の区切れ切れは、五七五ということで、17文字17音に区切れております。そしてこの句の意味としても3つのフレーズに分かれておりますよね。そしてプリントでちょっとこう分かりやすく説明しておりますが、ハマグリの殻に波寄す銀の島ということで意味的には3つに分かれております。ハマグリのというところで五七五としては言葉の切れが来ておりますので、上五のハマグリのというところで、切れるのが一番、五七五としては分かりやすいんですね。ですけれども、今回は普遍性の、説明として句の意味が分かりやすくできているかということをちょっとね考えたいということで、3つのフレーズにちょうど句の意味も区切れるんですけれども、まあこれはちょっとね言葉の、意味合い的にはハマグリの殻というのが一つの言葉ですよね。ですからちょっと前のこれもう一度一つ前でもうちょっと説明してみて、こちらですね、あまりにも短すぎてね結構ね難しいんですけど、こちらの方が分かりやすいかな。ハマグリの殻というのが意味合い的には一つの言葉、まず最初の一つの言葉です。そして次に波寄せる、波寄す、波が寄せるという一つの意味が2番目に来ています。そして最後に来ている言葉の意味としては銀の島、銀の島模様ですというこの3つのフレーズに分かれておりますね。そしてこの中でこれまでの、復習みたいになるんですけれども、凝縮性、これが一番五七五の俳句のリズム17文字17音に、凝縮されているということの説明になるんですが、その凝縮性で見るとやはり、言葉の切れはハマグリのとここで言葉としては切れますよね。そしてからに波寄すとこれ、ね、7文字でも波が寄せているのはからに波が寄せるわけですから、ここでからに波寄すという、句のリズムとしては中七、7文字で言葉の区切れも来ております。そして最後銀の島5文字、五七五に凝縮性として言葉のリズムもきれいに整っていますね。そして2番目に掲げております具象性、じゃあこの中で何か具体的な形を表すものは果たしてあるかというのを見てみたいと思います。2番目の具象性ですね。そうするとこの中ではハマグリの殻、この貝殻、これが形をなすはっきりとしたものですよね。形を見せているものであるということで具体的に
形を表すものであると、目に見えるものだということで、具象性のある言葉としてはハマグリの殻ということになります。この殻に銀の縞模様があるわけなんですね。ですから銀の縞っていうのも縞模様があるっていうのも目に見えるものですが、銀の縞っていうのが何かっていうとハマグリの貝、貝殻の縞々のことですね。ですから一番具体的に形を成しているものは貝殻です。ハマグリの殻ってことになりますね。具象性のある言葉としてはハマグリの殻ということになるわけなんです。そして今日の普遍性というところで今度は見ていきたいと思います。ですから普遍性、これはどんな人にも分かりやすく、分かっていただけるように、言葉を凝縮させ、具象性のある言葉に句の意味が込められていて、全体の句の言葉が分かるかどうかということですね。そういう句の中身としてまず説明しています。そうしますと、まず上語としましては、はまぐりのという5文字、これが上語になりますので、この中にある言葉としてハマグリという言葉が季語となっています。季節を表す言葉、ハマグリというのが季語で、これは春を表しているんですね。そしてじゃあ中七にはどんな言葉が入っているかというと、中七はからになみよすという7文字ですので、貝殻にハマグリの殻に波が寄せているんですということを言っています。貝殻に波が寄せていますということを中七では表現していますね。ですから上語につながる意味を表しています。そして下語には何があったかというと、下語は具象性をさらに広げる、分かりやすく普遍性のある句として銀の縞という、これは貝殻のことを、具象性のある貝殻というものをさらに細かく分かりやすく具体的に目に見えるように、表現していますね。まあ形容していると言ってもいいのでしょうか。銀の縞がある貝殻なんですよっていうことを歌っています。ですからここで、単なる貝殻の説明になってしまっては句としての意味はつまらないわけですよね。貝殻が、ここにある、それはハマグリの貝の殻ですよ。そして波が寄せては返している、じゃあここは浜なんですねと、この下の次の図に中身の説明として入ってくるんですけれども、見えますでしょうか。ですね、例えば波をすって言ったら、浜ですねと、浜辺に、そして波が寄せている、寄せては返しているというふうに、ちょっと文字が見づらいでしょうか。逆にもっと近づけちゃった方が見えるかな。見えますかね。こういう感じですね。浜辺には波が寄せている、そして貝殻に銀色に輝いている縞模様が見えるということなんですね。でその貝殻というのはハマグリであるということで、よく、九十九里など、私の田舎なんですけれども、九十九里などだとハマグリといっても、こう立派なね、食べるための大きなハマグリじゃなくって、ちょっとこう貝殻がその辺にね落ちていたりする小さなハマグリってあるんですね。アサリとハマグリのちょうどこう見た目ではちょっと見るとアサリの大きいのかなって思うような、そんなようなハマグリが結構砂浜で足をこうぐじゅぐじゅやったりすると取れたりするんです。今ぐらいのね春先の時期になってきますと貝がたくさん取れますので、そうした時期になると
もちろんそうした貝殻も落ちています。ですからなんとこの季節特有のハマグリのこれは貝殻ですねと、綺麗に銀の縞模様が見えますという、そういうようなこれは歌なんですね。ですので普遍性っていうのはよく言う句の意味、句意っていうんですけど、句の意味を縮めて俳句用語で句意って言うんですねなんですけれども、その句意として、これは季節は春のハマグリを歌っている句で、そして貝殻としてハマグリを海辺で、波が寄せ返す海辺でこの作者はハマグリを見つけたらしく、そのハマグリの貝殻が銀色に輝いてしましまの模様を美しく輝かせていた、そういう春先の特有の浜辺の句のようであるということが句の意味として、分かってくると思います。そうなってくると最初に、ご覧に入れましたこちらのね、ハマグリの殻に波寄す銀の島、とても美しくて、ハマグリが春の海辺に寄せ返す波の中で銀色の縞模様を輝かせているんだなというのがわかる、春の句であるなということが誰にでも読み取れるということで、この句の普遍性というのはそういった、句の意味の中にあるんだと、みんなにわかりやすいハマグリの殻の句ですよという、そういうような、意味合いで、この句の意味、句意を読み取るには普遍性、誰にでもわかる言葉を使われている、そういうところで普遍性というのが大切なんだと、とても短い五七五、たった17文字17音だけの中ですので、その中に何か普遍性のある言葉が使われていると、とても誰にでも句意が分かりやすい、読んで読み取れる、作者の思いが伝わりやすいという、そういうことになってくると思います。今日のレッスン第3章3つ目の普遍性、お分かりいただけましたでしょうか。今日の句の普遍性は分かりやすく言うと、季語のハマグリが、ね、上五にまず来ていると、このハマグリの殻というのを歌ってるんですよ。そうすればみんな、あ、貝がよく取れるのは春だから春の句なんだなっていう風にだんだんこう分かってきますよね。そういう普遍性、そういった意味で凝縮性、具象性、そして普遍性、この3つが俳句を作る上では、かなりこう3本柱として必要になり、大切なことなんだということになってくると思います。この3つがね、俳句作句の上での要ですので、今日までの 1,2,3 のね3ヶ月のこの3つ、これは頭の中にいつもこう入れておいていただくと、句を作る時にとても作りやすいし、そして句会に持って行っても点も入りやすく、またね点だけではなくていい作品としていい句が作れるというふうになってくると思います。それでは、今月のテーマを使って、今日の普遍性について、もう少し考えてみたいと思います。俳句 TV では1ヶ月を通して今月のテーマというのを一つ決めさせていただいております。今月は春分がテーマですね。ちょうど、今度の土日挟んで連休、春分の日がやってまいります。そんなところでまず、句を使ってテーマの句を使って今日の普遍性少し考えてみたいと思います。はい、まずこちらです。はや春分、夫はせかされ帳簿つけ。まあ夫というのはよく俳句では、男女関係なく妻も夫も妻と、まあ2文字なので妻っていうふうに読ませたりもするんですね。
ですからそうすると、妻はせかされということでちょうど7文字になるわけなんです。これは早春分ということで、この中で目に見えるものは帳簿ですよね。帳簿をつけている、この季節ですので年度替えもあって帳簿を忙しくつけている。この春分というテーマの季語、これが、この国の年度替えの頃、春の頃にあるという、そういった共通認識ですかね。そういう常識、そういったものを暦の上での、ちょうどそういう季節なんだというのを、普遍性を持った、このテーマの良さを、この句では、日常の生活に読み込んで表現していると。そして具象性のあるものは帳簿かなっていう感じで、そして、忙しくせかされながら季節に追われ、暦に追われ、帳簿つけに忙しく、しておりますという、そういう商売人の、夫の姿が見えてくるのではないかなと思います。普遍性としてはその早春分ということで、この春分という季節柄、これが年度替えであるというね、そういう暦の上での、ちょうどそういう時期を迎えるんですよという、そういう誰もが知っている春分という言葉の意味、これが、普遍性を持ったこの句の、分かりやすさを、醸し出しているのではないかなと思います。それでは次、そろそろですね、もしかするとユーストリームのコマーシャルが入ってしまったかもしれませんけれども、ちょっとね配信の関係でユーストリームの方からコマーシャルが入るんですが、いつ頃入るかというのが細かい秒、単位でちょっとこう分からないんですが、20分前後に、1時間番組ですので何回か、入る可能性があります。もし分からなかったら過去番組ですとかね、後から YouTube やそれからこの下の過去番組でも見れますので、過去番組で見るときには一旦ストップするんですけど、また次にね始まるときにコマーシャルの間が抜けて始まりますので、これはライブ配信なので分かりづらいかもしれませんが、後からもし分からなかったら見直してみてください。また、こちらに、ちょうどね、コメント欄がありますので、もしコマーシャル途切れちゃって今言ってることどうしてもなんか飲み込めませんっていうようなことがありましたら、ぜひ、コメント入れてください。お願いいたします。コメント欄が横にありますのでね、直接入れていただいても大丈夫ですので、コメント入れてみてください。それでは次に行きたいと思います。こちらになります。朝の雲、彼岸参りの桶の空。朝の雲、彼岸参りの桶の空。こちらは目に見えるもの、探してみてください。そうですね、桶です。お彼岸のお参りにはお墓に水をあげますよね。お墓に水をあげる、そんな桶、水桶、これが目に見える具体的なものになっています。そしてそんな水桶の中に朝の空が映り、そしてその空には雲が映っている。この日はあまりいいお天気ではなかったんですね。ちょっと曇った雲が映っている。真っ青な水ではなかったけれども、桶の中にちょっと雲が浮かんでいて、お彼岸のお墓参りを朝のすがすがしさの中にちょっと雲が浮かんでいて、切なさを、表してくれていますという、そういう、桶の中の空、桶の水に映る朝の空、それをお彼岸に読んでいる句です。普遍性はと言いますと、皆さんご存知のお墓参りですね。お墓参り、彼岸参りというのが季語にもなっております。それから朝の雲、これも共通認識のある普遍的な言葉ですよね。雲といえば空に浮かぶ雲、
まあいろんな昆虫もありますが、朝の雲、この字を書けば、空に浮かんでいる雲であろうと、昆虫ではないんだなこれはというのがわかると思います。そして桶の空ということで、水には、空やその周りのもの、また水鏡にしたりして、自分の姿を映し出したり、いろいろ、水というものは、鏡にもなってくれるわけですよね。そんな桶の中に空を映しているんだなっていう、そういう普遍性が生まれてくる、この流れ五七五の最初の上五、朝の雲、朝の雲の中に、最後の桶の空を、表す、分かりやすくその普遍性が、ね、ある桶というものの具象性な形の中に水が入っていて、そしてそこに朝の雲が映っているんですよと。そんな朝の空、どっか曇り空でお彼岸参り、お水をあげるこの切ない思いが、ご先祖様を供養する思いが通じるといいんだけれどもね、という、そんなような、気持ちで、作っている句です。それでは最後もう一句、春分を過ぎれば天秤、昼と夜。まあ、この句なんですけれども、じゃあこの句の中で具象性のある言葉はどれでしょう、と探してみます。これも形のあるものがありますね。天秤ですね。これは天秤という、まあ、昼と夜というものを天秤にかけているということで、この言葉のその意味合いとしては、こう計りにかけるというものの例えになってしまっていて、天秤っていうもののその計りのもの、その計りそのもの、具体的な計りそのものの姿を読んでいる句ではありませんよね。ですけれども、具象性のある言葉、ものの形を想像させる言葉としては天秤があると思います。で、春分という季語がありますよね。そして昼間と夜、これが天秤にかけられてるんだということで、春分というのが昼と夜がほぼ等しく半々なんですよ、という、そういう暦の上での共通認識があれば、この句の意味は分かりやすいですよね。春分が過ぎればだんだん昼と夜が、春分ならば半々なんだけれども、天秤にかけられて、春分を過ぎればだんだん昼が重くなって長くなり、そして秋分を過ぎればだんだん夜が重くなって長くなり、天秤にこうかけられながら、ちょうどだん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 重くなったり軽くなったりしながら、ちょうどいいところに春分と秋分がやってくるんですよと。それを過ぎるとまたどっちか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 っていう風に傾き始めるんですよ、という、そういうような、ものの例えですね、を天秤っていう具象性のあるものに例えて、この句を一句まとめたということになります。普遍性的にはその春分っていうものの暦の上での意味ですね、昼と夜がちょうど半々なんですっていう、そういう意味合いが、共通性を持って、どんな人にも分かりやすく普遍性のある、句の意味を作っている、分かりやすく表現してくれている春分という普遍性のある言葉が、使われているので、この句が短いけれどもとても分かりやすい句になっているんですよ、という、そういう、普遍性、これこうね、出して考えてみるととっても分かりやすいと思います。春分といえば昼と夜半々だっていう、そういう共通認識があれば、この天秤っていうものの例えも聞いてきて分かりやすくて、句がまとめやすいですよね。そういうような意味で
普遍性というものが、俳句では短く縮まったたった17文字ですので、普遍性というのがとても大切になってきますよという、そういうような、意味合いに、この3本柱の一つとして普遍性を挙げさせていただいております。いかがでしたでしょうか。第1部俳句レッスンでは、今日は3回目普遍性のお話でした。それでは第2部といたしまして、俳句検定の問題、そして解説解答を一挙公開という30分のね、この後ぎっちり詰まった30分の第2部に行きたいと思います。俳句検定というのをね、こちらのおしゃべり俳句の会が、作っております俳句検定、審査委員会というところで、俳句検定を催しております。まあ NBS グループという、まあ、あのメール中心の、メルマガ、活動などで宣伝していると思いますが、俳句検定、ネット検定、ナレッジサーブというところから出しておりますので、ぜひね、この機会に俳句検定を、習得して、あの認定証をね、取るというのも一つのね、あの苦歴になりますので、俳句検定合格、俳句検定の、認定証を持っているということで、認定を受けてますという、そういうね苦歴にもなりますので、皆さんね、ぜひ受けてみてください。それでは今日は第3章の20問を時間、できるだけ全部ね、30分ありますので全部、公開していきたいと思います。それでは行きたいと思います。はい、行きます。第1問、今日は、俳句の実践という第3章です。実践ですから、俳句の実際の句会などの用語が出てきております。俳句は句会などで実際に作句する際には、独特の用語を用います。それでは次の用語の意味として正しいものを選んでくださいということで、何句かあのいろんな言葉が出てまして、選択問題になっております。この俳句検定はほとんどが選択問題なんですね。まあ、何問か違う難しい問題もありますが、ですのでこの中で正しいのを選んでくださいということで、まあ配点は1点なんですが、正解としてはいろんな言葉が出てくるんですけれども、まず字余りというこの言葉の意味として正しいものを選んでくださいということで、これは皆さんお分かりですよね。17文字に収まりきれず字数が多いもの、これを字余りと言います。いわゆる5、7、5、17文字17音の中に入りきらない多いもの、字数が多いものですね。はい、それでは2問目、同じような俳句用語として名乗りという俳句用語があります。この名乗りという用語の意味を選んでくださいという問題なんです。正解は、点盛りの際に自分の句が選ばれた作者の名前を言うこと。自分の句が選ばれたら、作者が自分の名前を言うことを名乗る、名乗りと言います。それでは次、飛行という俳句用語があります。飛行というのはそれではどれでしょうかという選択問題です。いくつも紛らわしい答えがありますが、その中から選んでいただきたい正解問題といたしましては、こちら、選句された句を読み上げること。みんなで五線で、いろんな、句を選ぶんですね。で、選句された句を誰かがまとめて読み上げます。そのことを飛行と言います。読み上げること、飛行ですね。それでは次の問題、やはり、俳句用語の問題です。清気、清い気と書いて清気という俳句用語があります。ではこれはどういうことなんでしょうかということで、正解は
遠くされた句を用紙に書き写すこと、これを正記と言います。俳句ではみんなが短冊に句を書いて投句をするんですね。そしてその投句された句を全部集めてそれを正記します。みんなで投句された句を写し書くということを正記と言います。それでは次、俳句用語で季重なりという言葉があります。これはどんな意味でしょうか？これは分かりやすいですね。季語が2つ以上、いくつも一句の中に含まれていることを言います。普通季語は1つにまとめるのが一番作句のコツとしてはよろしいと言われていますが、いくつも一句の中に季語が入っていた場合、季重なりと言います。それでは次です。天盛りという、俳句用語、この意味はどれでしょうか？ということで、やはり選択問題なんですが、正しい答えはそれぞれ何人から選句の点が入るか集計すること、天盛り、だいたいその句会で どの句に何点線が入ったかというのを集計すること、それを点盛りと言います。どれだけ選句で点が入ったか、選ばれた句を一句一点というふうに数えますね。それでは次の俳句用語、選句と言います。句会では、それでは皆さん選句をしてくださいなんていうふうに言われます。どういう意味の言葉なのか、俳句用語なのかというと、投句された句の中から好きな句を選ぶこと、自分がこの句がいいな、素晴らしいなと思う句を選ぶことを選句と言います。それでは次、やはり、句会用語なんですけれども、まあ、一番分かりやすいというか基本的な用語として句会という俳句用語がありますね。これはどういうことか選んでくださいというような質問が来ます。8問目に来てます。正解は何人かで俳句を持ち寄り、さまざまな形で競い合うことというのが正解です。俳句を持ち寄って、短冊に書いて投稿したり、何か紙に書いて投稿したり、またインターネットなどで投稿したり、投句の形はいろいろですが、とにかくそれぞれが句を持ち寄り、その句を集めて、そしてみんなで点盛りをし合ったり、そんないろんなどの句がいい、この句がいいといって点をつけたりして選句をし合うというのが句会ということになります。そしてではまだまだ俳句用語が続きますが、清瀬、これは何ですかという質問。歳時記とも言います。季語を集めたものですというのが正解です。ほとんど歳時記と同じ意味で使われていますね。とこちら、それでは次、短冊、この意味は何でしょうか？というと、遠くの際に句を書く細長い用紙。まあもうこれ短冊って言ったら皆さん日本人なら誰でも知ってますよね。七夕などの笹の葉、三尺、短冊とか、それから七夕以外だったらやっぱり俳句の短冊だとかね、よくこう床の間などの飾り、日本間の飾りに細長い短冊があったりします。それから次の俳句用語、杭、ちょっと先ほどからね、話に出ておりましたが、杭、これはどんな意味でしょう
句の意味、俳句の言いたいこと、作者が俳句で表現したい句の意味ということですね。縮めて句意なんていうふうに俳句では呼んでおります。それからまだまだ次はやはり俳句用語、期間です。期間って何ですかって言われたら、正解、その句の感じさせる季節のことなんですね。まあこの辺は季語と微妙に違うんですけど、季節を感じさせる言葉、季節を感じさせることということで、必ず季語ではなくても季節感のある表現ってありますよね。そういう時に、期間、季節の感じが、分かるので、この句には季語はありませんが、この言葉が期間を表していますので、春の句でよろしいのではないですかとかね、そういうふうにその句の感じさせる季節、それが期間と言われています。それでは次、波長という、かなりだんだん難しくなってきますが、俳句用語があります。これは何を表すかというと、正解は俳句五七五の17文字17音の調べに収まらないこと、調子が崩れていること、壊れていること、五七五にちょうどよく調子が整っていない句のことを波長というふうに言います。ですから字余りだったり、字足らずだったり、句またがりだったり、いろいろですね。調子、リズムが五七五にちょうど当てはまらない時に使われています。それから次は波長まで来ましたので14問、次は14問目になります。はい、原句という言葉の意味、俳句用語のこの意味は何でしょうかという質問です。見えますでしょうか。波長を重ねる元の句、波長を重ねる前の句、原句と、言います。波長、先ほど問題波長でしたね、すいません、原句の意味です。見づらいですね、言葉が。見えますか。あ、これぐらい近づけないと逆に見えないか。はい、原句の意味、原句という言葉の意味はという質問です。答えは推敲を重ねる前の句、それは原句ですね。何度も何度も推敲を重ねたり、それから添削をしたりひねったりする、そういったことをする前の原句というのは、句という言葉が入っているのでね、俳句用語の部類かなと思います。それでは次の俳句用語、上語というのがあります。これは先ほどから出ておりますが、句の最初の5文字、5音のフレーズ、最初に出てくる5文字5音ですね、これが上語になります。そしてこちら、次は旧仮名という俳句用語がありますが、これは俳句だけではありませんね。文語で使う旧仮名使いのことを旧仮名と言います。文語文法で使う仮名使いのことですね。それではこちらの文語帳という俳句用語はどういう言葉の意味でしょうかというと、正解は文語文法で調べを整えたもの、帳と言いますからね、文語帳、何々帳ということで、文語文法で調べを
575の調べを整えたものを文語帳というふうに呼びます。それではもう一つ、今度は口語帳という俳句用語があります。これはというと、主に口語文法で調べを整えられている句ですね。まあ、現代では、文字を書くときに、文章を書くときに口語文法を使いますので、その口語文法で575をまとめた場合には文語帳ですね。口語帳ですね。すみません、難しいですね、ひっくり返っちゃいました。口語、普通の話し言葉、口語でまとめられているものが口語帳、文字だけの文語帳、文語文法でまとめられているものが文語帳ですね。そしてじゃあ次、19問に行きます。19問、しかという言葉があります。まあ俳句用語でしょうか。しかと言いますが、しかというのはどんな意味でしょうか。というと、短歌や俳句、詩のような韻文、まあ日本の韻文全体のことをしかというふうに呼んでいます。そして次はこちら、推敲。俳句用語の推敲っていうのはじゃあ何のことですか。というと、まあ他の文章の推敲と変わらないですね。自分の句をさらに良くするために直すことを推敲と言います。それからこれで、はい、今日の第3章俳句の実践はこちらの推敲、自分の句をさらに良くするために直すこと、これが最後の20問目ということで、一気に20問全部、駆け抜けて、問題と正解を公開させていただきました。なんか気になる点ありましたでしょうか。そうですね、あ、ちょっと気になったのが、清瀬、俳句で、俳句用語で清瀬というのは何のことでしょうかという問題があったと思います。歳時記とほぼ同じで、季語をたくさん集めて作ってある辞典のようなものというのが正解になるんですけれども、ここで何がちょっとこうあれややこしかったかというと、ありました、問題9問、清瀬、正解は歳時記とも言います、季語を集めたものですということなんですね。これはどういう意味かというと、一般的には歳時記っていうふうに呼ばれて今いるものがほとんど清瀬なんですけれども、清瀬というのは特にその中でも、俳句だけ、俳句用語の季語だけをたくさん集めて、そしてそれだけを、綴ったもの、辞典のように、集めて綴ったものなんですね。で、歳時記というとほとんど同じ内容は、季語がたくさん載っているんですけれども、季節季節の言葉の意味という、もうちょっと幅が広くなります。そして、写真やそのもの、言葉のものの、もの自体を説明するためにいろいろな例句もあり、写真もあり、図柄もあり、幅広く、季節そのもののいろいろなことを、取り上げて、書かれて集められているのが歳時記なんですね。ですから歳時記の方が一般的な辞書としては多いです。暦の歳時記なんていうことで、カレンダーなんかについていて、歳時記というのは割と一般的に使われているんですが、その中で特に季語ばっかりをより集められたもの、それが、清瀬と言われています。ですから、まあ、俳句用語の方が清瀬というのがね、俳句用語としてどんな意味ですかっていうふうな質問になっております。ですので答えとしては、歳時記とほぼ同じになりますと、中でも季語ばかりを集めたものを言っているようですというような答えになるわけですね。
それから何かあと、気になったことがないかと言いますと、もうね、20問30分で全部ご紹介するのは結構もう忙しくて、駆け抜けてざっとご紹介という形になっておりますので、皆さんね、この検定問題を受けることで俳句用語だとか俳句のメイクだとかいろんな俳句にまつわることをこの機会に1回覚えてしまうとずっと頭に残りますので、何かにつけてね、いろんな日本文化のいろいろなものに触れるときに知っていると絶対得をしますし、カレンダーなどでも読み込んだりするときにはすごくためになりますので、季節季節のいろいろなね挨拶や文章やそれからカレンダーなど、それから行事などのねいろんな節目節目の行事などにも、ためになります。ですから皆さんぜひ一度この問題を受けてみてください。それ、せっかく受けるので受ける前にこの予習復習の、俳句講座をご覧になって、YouTube でも公開しておりますのでね、今回はまだ3回目なんですけれども、これを1から5まで全部見て、そして6ヶ月目の、これを全部見て見直して6ヶ月目に受ければどんな方でも絶対、パーフェクト1回で、俳句検定合格ということで認定証が出ますので、俳句検定に合格したという認定証をもらえますので、ですからね、俳句検定合格っていう、認定を受けていますと認定されておりますということで、俳歴にねなると思いますので、ぜひ皆さん頑張って、認定証を、もらってください。そんなところで、かなり時間ももう少しになりました。それでは、今日の俳句 TV では1ヶ月通してのテーマ、これをあともうちょっとですけど、時間の許す限り、1ヶ月間のテーマのお話をしていきたいと思います。今月は俳句 TV3 月のテーマ、1ヶ月全部通しての一つということで春分というのを、テーマに挙げさせていただいております。今日は春分にまつわる話ということで、そろそろ本当もうね春分が来週やってくると思うんですけれども、この春分というのはまあ日本人なら誰でも分かりきっていることだとは思うんですけど、まあ、お彼岸の真ん中っていうことですよね。でお彼岸の頃のことを、お彼岸の頃の真ん中の中日のことを春分、春分の日っていうわけなんです。でこのお彼岸の頃には菜種梅雨という、まあ、ちょっとしとしとした雨が降ると、まあしぐれるほどではないんだけれども、しとしとと何回も、上がったのか、まだまた降るのかわからないような雨模様が続く日があるんですね、このお彼岸前後には。そしてその菜種梅雨が通り過ぎていくとしっかり春めいてきて、そして桜の花が咲くと、こういうふうに言われてるわけなんです。その菜種梅雨、これ綺麗な言葉だと思いませんか。で皆さん菜種梅雨って言ったら花の言葉ですよね。菜種、これが春の菜の花を、歌って、菜種油が取れるこの菜種梅雨、これが3月のお彼岸頃に来ます。そしてこの花の名前というのは梅雨に例えて、使われているんですね。たくさん使われているんです。これ皆さんはどれぐらいご存知かというのを、これ綺麗な言葉なのでぜひ皆さん知っていただきたいなと思ってちょっと今日はお話ししたいと思うんですけど、まずお彼岸の、真ん中中日は、お彼岸の中日に来る春分、これは植物生物を慈しむ春がやってきて、生き物たちが、息づいてくる芽吹いてくる季節ということで、生物を大切にしましょうという、祝日でもあるんですね。
そういうこともあり、この頃は菜種梅雨と呼ばれるということをちょっと今日はお話しいたしました。そしてこれが終わって、この菜種梅雨が終わって、桜の花が咲き、桜が散る頃になると、桜の頃はもちろん花の雨、桜の雨、花の雨ですよね。ですからその後になりますと、5月の初め頃になると、しとしとと何日も雨が続くと、それをタケノコ梅雨と言います。タケノコ、5月の初めの頃から、梅雨、こうなりますね。5月上旬にしとしとと降り続く雨のことをタケノコ梅雨。そしてタケノコの季節が過ぎますと、次にやってくるのが、卯の花下しという、じとじととした卯の花が咲く頃の長雨があります。それを卯の花下しと言います。いい匂いの卯の花の中に蜜がちょっと腐るかのように、じとじとじととカラッと晴れた天気の日がなかなか来ないというのを卯の花下しと言います。そして次にやってくるのが、まさしく6月頃の梅の実がなる頃、梅ね、綺麗な梅という字を書いて、まさしく梅の実がなる頃の梅雨がやってきます。そして夏は、嵐やいろいろな雨降るんですけれども、秋になると今度またじと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 とはっきりしない雨が降りますね。夏のようなスコールのような、夕立、白雨のようなザーッと降る雨ではなくて、今度は、そのちょっと書ききれなくなってきちゃったな、秋にじとじとと降る長雨、秋の長雨のことを植物に例えるとすすき梅雨というふうに呼んでいます。なんかだんだん、ぐちゃぐちゃになってきて分かりづらくなってきちゃいましたが、すすきの花が咲く秋の七草のすすき梅雨と言われています。そして秋も深まり、だん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 寒くなり、11月の頃になり、寒くなってくると、その頃になるとしぐれが降り始めますね。その頃になるとサザンカ梅雨というふうに、サザンカの花が日本では各地にハラハラと咲き始めます。この頃の、しぐれがちょうど降り始める頃、11月初めの頃の冷たい雨、秋も深まり、そしてしとしとと冷たくなってきたなと、そうなるとサザンカが咲き始める頃の梅雨ですね、ということでサザンカ梅雨とこのように呼ばれています、ね、こんな風にして、花の名前、これを、まあ、実もありますけれど、タケノコやね、梅という季節の代表の実もあるんですけれども、こういった植物、綺麗な植物を長雨に例えて、この濃厚の、雨にこう、なんていうかな、濃厚の願いをこう込めて、長雨にも、いろいろ祈りを込めたり、いろいろな行事がありますけれども、そんな中でも植物にも例えて花が咲いたり実がなったりするのも、やはり雨と密接にこう関わってきますからね。秋、まず春は菜種梅雨といって、菜種油がたくさん取れるといいですねという菜種梅雨が来て、そしてそれが終わり、桜の季節が過ぎるとタケノコ梅雨、タケノコの、ね、芽が出てきた頃になると、雨の恵みの梅雨がしと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 降って、雨の恵みでタケノコがたくさん取れますよと。そしてそれが終わると卯の花がきれいに咲いて卯の花下しです。そして梅雨本番が来ます。
そしてススキが、キラキラと頬を輝かせるススキ梅雨が来て、そしてだんだん寒くなって紅葉も終わる頃になるとサザンカ梅雨がやってきて、しぐれる冬がやってきますねと、だんだん年末1年の終わりがやってきますということで、1年間ね、とてもこう植物生物をこう慈しむ日本人の思い心というようなものが、この長雨、雨ってね嫌なものですけれども、でもその雨が降ってくれないと、自然の恵みが、花を咲かせてくれない、実をつかせてくれない、稲を育ててくれないということで、梅雨という雨に対する願いや思いや、それから感謝の気持ちなどもね込められて、美しい言葉で例えられたりしております。春分の日、春分というのがテーマでしたので、春分というのはそういった、植物を慈しむ、生物を大切にする、そういった意味もある、祝日なんですよということで、そんなお話をちょっと今日は、時間の許す限りさせていただきました。もうねお時間来てしまいました。それでは最後に、今日の一句でお別れしたいと思います。今日の一句、3月16日木曜日、晴れ。朝の空、息のむほどに草の春。朝の空、息のむほどに草の春。上野貴子でした。それでは皆さん、バイバーイ。また来週、来週はですね、第4週と5週が入れ替わりになります。3月は5週までありますので、第5週30日の方にゲストをお招きしたいと思います。それでは30日まで、上野貴子の俳句 TV。 それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。30日またお会いしましょう。